楽しんでいただけてるでしょうか。イエイ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 言ってください。イエイイエイイエイ、シーンとしてたら、ね、イエイ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 しかないんかい。じゃあ、まあ、まあこんなことをしてますが、多忙な日々を過ごしまして、まあその仕事しながら音楽したり、まあ友達と遊んだり、まあそういう、まあ誰でもされてると思うんですけど、その中でまあ曲も、新曲とかも結構イエーイイエーイいや話の途中なんですけど、ね、新曲もねやっぱり作っていかないと、やっぱりこう自分自身高められないなとかね、やっぱり考えた時にやっぱり新曲も必要かなと思ってましてね。でまあ時間を作って作るようにしてて、で今の次の曲も、その多忙な日々はね、イエーイイエーイ、おい喋ってる、また喋ってるからね、そういう多忙な日々を、まあ、ずっと曲何曲も作っていったらネタがなくなってくるわけです。共演者も分かっていただけると思うんですけど、ね、その中でどうやってまあ作るねってなったら、やっぱりもういろいろこう試行錯誤して、もう大したことないことでもそれを曲にするみたいなことで、次の曲も、まあ、多忙な日々をテーマにした曲です。身を粉にという、身を粉にしてこう働いたりとか、まあいろいろな好きなことやったりとか、そういう意味で作った曲です。身を粉に聴いてください。ひとしき雨が降っていたって誰かがまた言ってたね、そんなこと突然言われたってわけがしないよ、ごめんね。旅をしよう、hey。